ようこそサウンドデザインラボへ DK です。今回はオンラインストアとチャンネル開設2周年視聴者プレゼントのお知らせです。2つも先日のライブ配信でお知らせはしたんですけど、思いのほか長い配信になったんで、どこを見ればいいんだよって方も多いと思います。なので改めてこの動画でオンラインストアの話や2周年記念プレゼントの内容や応募方法をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。またこのチャンネルでは機材の使い方や音作りに役立つ情報もたくさん配信してますので、気になった方はぜひ今のうちにチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまずはこちら。お知らせ一つ目はオンラインストア開設のお知らせです。以前の動画でもお伝えした通り、サウンドデザインラボ公式オンラインストアが誕生しました。オンラインストアはブース内に開設してあります。URL は概要欄に貼っておきますので、ぜひご利用いただければと思います。そしてオンラインストアの取り扱いアイテムなんですけど、まず第1弾として以前の動画で皆さんから製品化の声が多かったパワーサプライをモバイルバッテリーで動かすための USB ケーブルを販売しています。ストアのオープン日は前回の告知通り5月6日だったんで、すでに販売はスタートしてるんですけど、おかげさまで好調な売れ行きなんで100本用意したケーブルが残りわずかになってます。今後も量産を続けていくものの、二次生産分は少しお時間をいただくことになるかもしれないんで、ご購入を検討されていた方はぜひお早めにご利用ください。そして今後のオンラインストアの展開なんですけど、まず T シャツやステッカーなど公式グッズを販売したいと思ってます。実はライブ配信中にデザインができる方の募集を呼びかけたところ、手を挙げてくれた方がいらっしゃって、ものすごいスピードでデザインが進んでます。ライブ中グッズは作りたいけどいつになるかわかんないですねなんて言ってたんですけど、割と近いうちに皆さんにご紹介できるかもしれません。それと皆さんからの声も多かった自作エフェクターの販売もやっていきます。エフェクター第1弾の予定はジョン・フルシアンテの動画でも紹介したボス CE1 のプリブだけを取り出したペダルを予定しています。このペダル需要があるかと言われれば多くはないと思うし、他に作ってるメーカーもあるんですけど、今は新品で買えなかったり、買えたとしてもオーダー制作をやってる工房にオーダーを出さなきゃいけないんですよね。でもそれって結構面倒じゃないですか。なので当チャンネルでは欲しい時にカートに入れて決済ボタンを押すだけでいつでもどこでも買えるようにしたいと思ってます。それともう一つ、これも皆さんからご要望が多かった当チャンネルオリジナルジャンクションボックスを近日中に発売します。とはいえジャンクションボックスは視聴者プレゼントの定番にもなってるんで、製品版はスペックはそのままに筐体サイズを変更してプレゼントとの差別化を図ろうと思います。もちろん今後もプレゼントでジャンクションボックスを出していこうと思ってるんで、製品版は実践向け、プレゼントはノベルティみたいな立ち位置で考えていただければと思います。公式ストアの新製品情報は随時 Twitter で更新していきますので、まだフォローをいただけてない方はぜひこの機会にフォローをお願いします。続いてはこちら。続いては2周年記念視聴者プレゼントのお知らせです。今回もささやかながらいつも応援してくれる皆さんにプレゼントを用意させていただきました。そのプレゼント1つ目は親出電機の新製品エクサシーケーブルです。今回はプラグが SL の 5m を1名様にプレゼントします。プレゼント2つ目は自作ジャンクションボックスを2名の方にプレゼントします。毎回応募が一番多いジャンクションボックスなんですけど、これまで黒をプレゼントしてたところ、今回から製品版との差別化で色を変えたいと思ってます。色はまだ考え中ではありますが、この仕様はプレゼントでしかゲットできないんで、ぜひご応募ください。プレゼント3つ目はボード制作無料券です。これはライブ配信中視聴者の皆さんにプレゼント何がいいって聞いたところリクエストがあったものなんですけど、サイズ問わずどんなボードでも組ませていただく無料券を1名様にプレゼントします。ただしケーブルや往復の送料など実費がかかるものに関してはご負担をお願いします。続いてのプレゼントは日直になれる権利を1名様にプレゼントします。これも視聴者の方からリクエストがあったプレゼントなんですけど、毎回動画内の黒板に書いてある日直が当選者さんのお名前になる権利です。正直これ欲しい人いるのかなと思ったりするんですけど、リクエストがあったんでプレゼントに入れさせていただきました。そして最後のプレゼントはオリジナル T シャツとステッカーのセットを6名様にプレゼントします。これは今後発売予定の T シャツとステッカーを発売前にお届けします。ただ最近って T シャツもステッカーも少ないロットで作れるみたいなんで、販売するものと同じやつじゃなくてもしかすると限定カラーとかになるかもしれません。 T シャツとステッカーが完成するのにもう少し時間がかかるんで、お届けまでに時間がかかることだけご了承ください。プレゼントの応募方法は先日の記念ライブのコメント欄かこちらの動画のコメント欄に欲しいプレゼントを書いてご応募ください。また今回は恒例のフォローで倍率アップはもちろん、ライブ配信中に話した最近 DK が息子に言われた衝撃的な一言を書いて応募すると、さらに倍率アップのキャンペーンも行いますので、ぜひ皆さん振るってご応募ください。さて今回の動画いかがだったでしょうか。今回はオンラインストアとプレゼントのお知らせをやってきました。皆さん本当にいつも応援ありがとうございます。皆さんのおかげでようやっとここまで来ることができました。今後ともいろいろと企画していきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。
では USB ケーブル買ったよとかプレゼント応募するよとか DK さんが息子に言われた一言わかったパパビトンのバッグ買ってでしょうと思っていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価 Twitter のフォローもお願いします。動画作りの励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。